里山。里山とは、集落、人里に隣接した結果、人間の影響を受けた生態系が存在する山を言う。三山の大義語。文献上、最初に、里山という単語が現れるのは1759年6月に、尾張藩が作成した基礎の材木型という文書においてである。そこでは、村里か巨居近き山を指して、 里山と、猿港としている。また、奈良県の吉野山地では、山を、村落から近く標高が低い順に、里山、内山、奥山、だけと区分しており、里山に該当するのは、集落の周囲の斜面にある畑や雑木林ある。現在のような里山の再評価に、直接つながる、言論活動を開始した人物としては、京都大学農学部、 京都府立大学などの教官を務めた、シデイツナエがいる。シデイは、教的な意味での、里山という言葉の使い方を考案したと言われる。また、里山という語の普及に大きな影響を与えた人物としては、シデイの他に、今森光彦を挙げる意見もある。飯沢光太郎は、1995年に、今森が発表した写真集、里山物語、後に、 木村伊兵小受賞によって、里山という語に、具体的なイメージが与えられたとしている。他に、市民の立場から1983年から、里山一斉動物調査などの活動を行い、里山の語を普及するとともに、実地体感や、動物のフィールドサイン観察などを伝えた社団法人、大阪自然環境保全協会と、それを指導し各地の講演会などで、 公使党を務めた木下六夫の功績も大きい。日本列島において継続的に人間の手が入る森林が出現した時期は少なくとも縄文時代までは遡ることができる。三内丸山遺跡の研究によってこの遺跡に寄居していた縄文人集団が近隣の森栽培種の栗や漆を植えて利用していたことが明らかとなっている。しかし、 歴史時代に入るとともに、日本列島の里山は乱伐とほぼを繰り返して行くこととなる。最初に、里山のオーバーユースによる森林破壊が顕在化したのは機内であり、日本初期によると、天武天皇の六年、六百七十六年には、南渕山、細川山などで木を伐採することを禁じる直令が出されている。だが、日本列島における森林破壊は進行し、 800年代までには、機内の森林の相当部分が、また1000年頃までには、四国の森林も失われ、1550年代までに、この2つの地域の森林を中心にして、日本列島、全の25%の森林が失われたと考えられている。職法政権期、江戸時代に入っても日本列島の森林破壊は、止まるところを知らず、1710年までには、本州、 四国、九州、北海道南部の森林のうち当時の技術で伐採できるものの大半は失われた。こうした激烈な森林破壊の背景には日本列島の人口の急激な膨張による建材需要や大規模な自社、城格の造営が相次いだことがあったと考えられている。すなわち18世紀まで日本列島の里山は継続的に過剰利用の状態にあり、 は山山椒、持続可能な利用がなされていたわけではない。こうした広範な森林破壊は、木材供給の逼迫をもたらしただけでなく、山林火災の増加、台風被害の激甚化、河川氾濫の増加など様々な災悪を日本列島にもたらすことになった。このような状況を憂慮した、徳川幕府は1666年以降、森林保護政策に乗り出し、 森林資源の回復促進と厳格な伐採規制、流通規制を引いた。こうした対策の結果、日本列島の森林資源は回復に転じ、里山の持続可能な利用が実現した。だが、近世の持続可能な里山利用は近代に入ると3度の危機に瀕した。最初の危機は、明治維新前後で、旧体制の画解とともに、木材の討伐、乱伐が横行し、 里山の森林が急激に失われた。1894年にまとめられた、滋賀新山、東京帝国大学農科大学教授の論文によれば、森林面積の内気に覆われている面積は30%、残り70%は、社山ハゲボン、社山特報であると言及している。その後、社会の安定とともに、里山の植生は一定の回復を見たものの、 太平洋戦争が始まり物資が欠乏すると、再び角の伐採がやれ、各地に鉦山が出現した。この時は、軍需物質として大木が次々に供出させられたと、される。戦中、戦後の乱伐からの回復は、1950年に始まる国土緑化運動の成果を待たなければならなかった。そして三度目の危機が、現在まで続く、里山の宅地化。 里山の放置である。1955年頃から始まった家庭用燃料の化石燃料化が1975年頃には完全に完了し、家庭用燃料としての焚木、木炭は娯楽用途を除きほぼ姿を消していた。山間奥地で木質エネルギーを生産していた場からは多くの収入と雇用の場が失われ技能や過疎化が急速に進行。 エネルギー生産の役割を失った、新議員は、拡大増林により製材用の人工林へと姿を変えたり、不在村地主化した所有者により放置された。また、化学肥料の普及、私激家畜の消滅も里山の経済価値を失わせた。一方で農業と密接な関わりを持っているにもかからず、里山は税法、特に固定資産税、相続税上の地と認められず、 税法上の優遇が与えられなかった。こうして、経済価値を失った里山は、1960年代に入ると次々に宅地化されて消滅した。中でも大規模なのが、千里ニュータウン、高蔵寺、ニュータウン、多摩ニュータウン、千葉ニュータウンなどのニュータウン群であった。これら郊外の宅地化は、高度経済成長時代に都市に流入した、労働力に住居を供給するためのものだった。 宅地化を免れた里山も、利用価値のほとんどが失われたために放置され、人間の関与が失われたことによる植生の変化、極層林化や妄想地区の侵入による竹林化、不法投棄される粗大ゴミや産業廃棄物による汚染にさらされている。公葉樹林の場合、10年から20年ごとに根を、残しては採災され、薪木や木炭に利用された。 残された根からは再び芽、砲芽が出るので、再び十年から二十年が経過すると同じようにして、利用された。好んで植えられたのは、クヌギやナラなどの落葉樹であったが、これは木炭にするのに公的な材だったからである。赤松は建材に利用するため、長期的に育成された。赤松の枝や赤松の下に生える低木は、燃料となった。灰は、カリウム肥料として、 ダハタに入れられた。赤松林で採れる松茸の多くは売却され、現金収入をもたらした。換金性の低い木のコ類や酸野草は、自家消費の食料となった。その他の大木も貴重な木材として生えている状態から一本単位で、繁大館に登録され、管理された。珍しい里山の利用法としては、生炎のための燃料の供給源というものもある。 こうした里山塩小山と呼ばれた。生炎は大量の燃料を必要とする、年間通して創業する場合、塩田の面積の75倍の広さの森林をすべて燃料として1年で消費しなければならないため、生炎業にとって塩小山の確保は死活問題であった。記録では8世紀後半から東大寺や西大寺などの大寺院の荘園として、 塩小山が存在していることが知られている。近世になると生塩業向けの燃料としての焚木販売は特に山陽地方において盛んとなった。このようなケースでは焚木を生産するのは河川によって塩田と結ばれた山間地の村であった。つまり山間地の村の住人が里山の木を焚木に加工し商品として金と引き換えに売り渡すのであって里山が 村内の自給自足経済のためにのみ利用されていたのではないことの恒例である。こうした製塩業向けの燃料供給は石炭が一般化する19世紀初頭まで続いたが森林再生速度を超えた伐採のために森林資源が逼迫し争いになることもあった。製塩業の他にもたたら製鉄用の燃料や陶磁気象整のための燃料として 里山の木は大量に消費された。ある山の樹木を意図的に開抜し、山全体を草のみで覆ったものを草山と呼ぶ。近世の水田耕作では、枯れ草が重要な肥料であったため、村に必要な枯れ草をまかなうために、草山が設定され、樹木を生やさないように管理されていた。ある特定の水田に、専用の小規模な草山を設定することもあり、これは、 タツキ草山と呼ばれた。木材の供給源としてだけでなく、落ち葉や下映えは、田畑の肥料、緑肥、牛や豚などの家畜に与える会話に利用されていた。また農作業の合間に里山に入って、焚木やキノコを得ることは、近世の農民にとって、現金収入を得る、最も勘弁な方法であった。緊急時の木材。 現金供給源を兼ねた水源寛容林として意図的に森林の伐採を行わない里山もあった。以上のような里山の利用法のほか、内山節によると、困窮した家が数年間、里山にこもって自給自足の生活を行い、現金支出を徹底的に抑えて家計を立て直すという行動が昭和以前に見られたという群馬県上野村の事例とされる。 資源の継続的な利用のため、里山の資源には利用開始の期日が設定されることも多かった。資源利用が解禁されることを山の口が開く、口開けと呼んだ。福島県南藍津郡多田美町、倉谷の事例では、肥料用の草は盆すぎ、クルミの実は9月15日以降、ヨシは10月上旬で、霜が降りる前、またたびの鶴は稲刈り後、茅ヤは、 茅やの花が落ちてから、村で決めた日に、口開けをしていた。江戸期の里山は、国家、将軍家や藩が所有し民間の利用を認めないもの、小立山などと呼ばれる土地は、民間所有、入会地形態であっても木材は、国家所有で伐採には、国家の許可が必要なものを止め山や御用木と呼ばれる土地も木材も、民間所有、入会地形態で、木材伐採にも、 環境の不要なもの、個人所有のもの、宗教施設所有で、当該宗教施設のために用いられるものなど、多様であった。このうち乙女山を、民間の財木省や村が伐採する場合には、藩に、現金による対価を支払わねばならなかった。また民間所有の里山であっても国家に税金、山年貢などと呼ばれるを支払うことが多かった。前述のように金星。 特に石炭が燃料として普及する以前の日本列島における里山の負荷は一貫して高く、村落共同体は里山の植生崩壊を防止するために様々な規則を作って対応した。これらの規則は村起きて、村亭、村規則などと呼ばれ、里山を入会地として持つ村であれば、ほぼ確実にこの種の規則を文書として備えていた。 村をき手によって定められる里山の利用規則は極めて詳細かつ厳密なものであり、例えば肥料用の草は刈り取って良い量が家ごとに決められていることも珍しくなかったし、刈り取って良い時期が厳密に設定されている、口開けと呼ばれることも多かった。村をき手を破った者への制裁もあらかじめ決められており、多くは米や銀による過料の支払い討伐分の返還がかさていた。 またこれらの他に労働方仕も課される例や、討伐者が過料を払えない場合の5人組による、連帯責任による過料支払いが決められている例もある。特に住民の数に対して利用可能な里山が少ない地域では、里山の管理は厳重なものであり、許可されていない場合は草を一つかみ刈り取ったり、木の枝を一本折るだけでも罰せられる場合すら、 夜間の討伐を防ぐために持ち回りで里山の予判をしていた村もあったほどである。それだけ厳重な管理をしても里山の討伐は頻発し、また村々入会の里山では、里山をめぐっての村と村の間での対立も続出した山論と呼ばれる。明治期以降、里山は国有林となるか、あるいは細切れに分割されて個人所有となる。 自治体に所有されるといった所有形態に移行した。このうち都市に隣接する地域の里山の多くはデベロッパーに転売されて、宅地やゴルフ場などのレクリエーション施設へと変貌していった。現在の里山が抱えている問題の一つに税金負担の問題がある。山林の固定資産税そのものは宅地や農地に比べて安価に設定されているが、 代代わりの際に発生する相続税では、山林の評価額は、近隣の宅地の評価額マイナス増生費となる。しかし実際に所有者がその価格で売却しようとしても、デベロッパーには足元を見られて買い叩かれるか、場合によっては、買い手がつくことさえないため、所有者は平地に持っている農地などを切り売りして、資産価値のない山林を持ち続ける、その余力もない場合は、 相続税を支払えず破産する羽目に陥るしかないのである。金世では村中入会、村村入会、多村持ち時入会など様々な形態の入会が存在した。村中入会はある特定の村の中に入会地があり、その村の住人のみがその入会地を利用できるという形である。村村入会は複数の村が入会地に接しており、入会地に接する。 村の住人のみが、その入会地を利用できるという形態である。また、多村持ち自入会は、ある村の住人が、地村に接していない、入会地を利用できる形態である。この場合、その入会地を持つ村に入会料として現金が払われることになる。入会権を持つ人間は、その入会地の家場を利用することができる。なお、経上とは、動植物のことである。こうした、 入会地としての里山は、明治維新と共に大きく変化することになる。明治政府の地祖改正作業の中で、入会地が入会権を持つ、諸個人の私有地に分割され、入会地ではなくなっていくこともあったし、また、入会地であることの証明がなければ勧誘地とするという明治政府の政策により、数多くの入会地としての里山が、勧誘地として召し上げられたと考えられている。 この時、明治政府は明確な諸証あるいは公費がある場合にのみ、入会地を勧誘地にしないという方針を取ったが、所証がない入会地については、その入会地に隣接する村から公式な証言が得られた場合に入会地として認めるという方法を採用した。ところが、こうした村の中には、かつて山論で破れて、その入会地から排除された村もあり、 かつての遺恨から必要に入会地としての証明を拒み、あるいは妨害するという事例も見られた。また民族学者の宮本恒一は、明治期に勧誘地として没収された入会地を取り戻す訴訟を行うため、成人後に読み書きを学んだ大阪府河内長野市滝畑の人物の事例を報告している。なお、明治以降の日本における入会については入会権の こうを参照されたい。歴史を遡ると、近世までに、日本の里山の大半は、赤松林、あるいは草山、萩山となっていた。本来の植生は、木材や焚木の切り出しによって失われ、落ち葉や草の類もたはたの肥料として搬出されて、待ったために土壌の栄養分が乏しくなり、痩せた土地でも生きられる赤松が優勢となって、しまったのである。また赤松は、 近世日本の農業にとっては、非常に使い勝手が良い樹種でもあり、先行して植えられたということもあった。有岡俊之は、江戸期に描かれた各地の名所図に登場する山の大半が、局所的に松が茂る髪山として描写されていることを、この傍傷として挙げている。しかし、化石燃料や化学肥料の普及によって、里山の経済価値が失われると里山の植生は、 赤松林から徐々に変化していった赤松は幼樹であるため他の樹種が侵入してくると次の世代が繁殖できなくなる。例えば20世紀後半から21世紀にかけての関東近辺ではクヌギやコナラなど落葉性のブナカ植物を中心とする森林が出現している。ちなみにこの地域の本来の極層は常緑公葉樹林であるが 近世ほどではなくともある程度の人の影響があると、このように曲相ではなく、落葉樹林の状態で安定する場合もある。同じような条件でも、より南の地域では、これらの他に、上緑の死位が、よく出現する。このような、人為的格乱などにより、曲相が壊れて成立した植生を代償植生と言う。また近年では放置された。 妄想地区の竹林が無秩序に拡大して、落葉樹林や紅葉樹林を竹林に変えてしまう竹貝も、里山の植生として無視できないものとなっている。まとめると、歴史的に見て、日本列島の里山は、植生が極度に破壊された陰山、草山、赤松林から、本来の極層とは違う形で安定した二次林、あるいは竹貝的な竹林。 そしてその土地本来の極層林など多様な植生が存在する場所であるということが言える。自然保護の立場から人為的格乱がある里山を偽物の森と見る向きがある。これは潜在自然植生を重視する考え方である。それに対して主体を人間に置き持続可能な開発のモデルとして里山の復権を主張する考え方もある。この中には荒れた 雑木林という新しい概念が導入されている。二十世紀後半以降は、新幹祭祀を中心とする入会利用が廃れ、里山は完全に放置される場合が多く、本来の曲層に戻りつつある地域も多い。有岡は、このような状況を表して、弥生式農耕の開始以降、平成期ほど里山が樹木に覆い尽くされている時代はなかったと指摘している。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。